の青い石が盗まれた？さっさとずらかるのだ！待てこの野郎！どうせ盗難保険かけてあんだろ。そんな必死に追わなくてもいいじゃねえかよ。そういう問題じゃない、信用の問題だよ。早く行くぞ。いえ、警備に不手際はなかったかと。はい、絶対に取り返しますので、これからもイージスをご贔屓に。はい。もしかしてトラブル発生とか？よりによって秘宝店の目玉展示品を強奪されちゃったのよ。あっちゃー、まずいです。賠償問題になったら我が社は倒産ですよ。ピリカ、現場でつないでちょうだい。承知のすけ。急げ。ただあかねだだ。なんでだだ。待て、セマ。逃げるだだ。絶対に取り返しなさい。ただし安全第一でよ。安全第一で取り返すって無茶苦茶なオーダーだな。了解。おい熱血馬鹿、いきなり突っ込むな。心配ご無用、僕には最高のバディがついてますから。刑事、後ろ。ヘア、フロントダブルバイセプス。ヘアからの、ミマシンスイ。しめしめ、うまく追っ手を撒いただだ。お、だどうやった？ふん、そいつを返すだ。マグマ大丈夫だ。てめえ、マグマ、まさかお前をかばうことになるとはな。喋んな。どんどん、お前らを踏みつぶしてそいつを回収すればいいだけの話だ。だどん。おいおい、本当に踏みつぶすつもりかよ。逃がさないでよ。行くぞ相棒。カム、光の勇者ダイガー、バディーゴー。ウルトラマンタイガー、シャッハッ。風と共に参上。速さなら誰にも負けねえぜ。時間っうっと来いよ。あらよっと。おいおい、どうした。時間行くぜ。近い。来なさい。機関こうだ。賢者の拳は全てを砕く。決める。ユウキ、プラズマゼロレッドだ。ああ、プラズマゼロレッド、コネクトオン。タイガ、ダイナマイトシュート。
この調子で地球の平和を守っていこうぜ、相棒。ああ。時空が歪み、近づくことを禁じられた宇宙遺跡ボルヘス。やはりここだったか。太郎、昔は二人でよくこういう場所を探検したな。ああ、お前とは随分無茶なことをした。それ以上近づくな。かつてこの宇宙は混沌が支配していた。光も闇も全てが入り混じっていた。ここはそんな混沌を封じ込めた墓場だ。なぜその墓を暴いた？混沌の強大なパワーを我がものとするためだ。お前は魂を侵食されてしまった。一緒に光の国に帰ろう。今ならお前を何も分かっていないな、太郎。お前たちが言う光にも意味がなければ闇の中にも答えはない。トレギガ幻影か。昔のよしみで教えてやろう。今グリムドは私の中にはいない。何？お前の息子タイガの光が私を貫いた時、封印が緩み、あの邪神魔獣を解き放ってしまった。グリムドと戦ったウルトラマン銀河たちは自らの変身能力と引き換えに結界を張り、奴を封じ込めた。だがその結界は間もなく破られる。グリムドはタイガのいる地球に現れる。なんだと。そうなると地球を愛するタイガ君はどうするだろうね、太郎。あまり考えている時間はないぞ。トレキア。ただいま。あいつは。リハビリが必要で長期入院にはなるけど問題なし。あ、マーキーのちゃんは彼の付き添いで給食扱いになるからよろしくね。なんかラブラブでいい感じ。本当に助かってよかったです。ピリカ、あいつの好物調べといてくれ。え、なんで？見舞いにも行ってやらねえといけねえだろ。あいよ。ひろゆき。はい。ちょっと。すみません、報告書はすぐ。いや、そういうことじゃなくて。最近ちょっと無茶しすぎじゃない？心配なのよ。誉れからもいろいろ聞いてるし。ほら、今夜だって。社長、僕は地球人と宇宙人の架け橋にならなくちゃいけないんです。多少の無茶は仕方ないじゃないですか。まあでも実際全然無茶じゃないんで、まあご心配なく。ほら、報告書ちゃんとできてましたよ。ああ、見てください。出来上がった。何これ、全然合ってねえじゃねえかよ。確かに最近のひろゆきは無茶がすぎる。俺たちがいることで安心しちまってんのかもしれねえな。ああ、そっか、あのことはひろゆきにはまだ。ああそろそろ伝えた方がいいかもしれない。わかってる。
来い来い。どうも。あれ混ぜてやろうか。はい、ぜひとも筋トレ方法を。はい、ヒロ君、やり直し。え、誉君も。俺ももう全然できてないから。全然ってちゃんとやったぜ。字間違ってるし。ここイージスですよね。はい、ご依頼ですか。はい。銀河クワトロマーケット。はい。そのお店が怪しい宇宙人に監視されている。はい。気のせいということはありませんか。ああ、ですから念のため警護をお願いしたいと。でも今うちの社長外出してまして。申し訳ありませんが、私たちだけでお依頼をお受けできるかどうか。お受けいたします。は？いや、何勝手に決めてんだよ。勝手じゃないよ、副社長としての判断です。副社長？誰が？はい。は？え、いや、聞けねえよ、その。いつから？いや、ね、いつから？じゃあ、誉くんは聞き込み、ヒロくんはお店の方の警護をよろしく。あと、あまり無茶しないように。いや、はい、副社長。ちょっとした情報筋からうちの社員を狙ってる連中がいるって聞いたから家庭訪問に来たってわけ。情報筋？ラジエクスか。誰がうちのヒロイキを狙ってるの？ああ、誰かな。待ちな。お前さんたち、それは野暮ってもんだろう。誰？俺の名はガイ、紅ガイ、風来坊だ。なんでお前がここに？俺もタイガ、いや、工藤博之が狙われてると噂で聞いたもんでな。へえ、気が合うわね。一緒にどう？やっちまいな。関係あるかどうかはわからんが、最近ヴィランギルドの連中が妙な動きをしている。奴が復活する前に最後の一儲けを企んでいるらしい。奴？私の聖域ではその名を口にしただけで呪われるという伝説がある。だからただこう呼ばれている。奴とね。ちょっと見て、変なサイト見つけたよ。何かを崇拝する宇宙人たちのサイトみたい。ああ、ダメダメダメ、アクセスするんじゃない、呪われるぞ。呪い？何それ、非科学的なこと言っちゃって。やば、不正アクセスがバレちゃったみたい。あ、なんぞ。あ、おい、どうしたどうした、これまずいぞ、ウイルス感染だ。早く、それを、これ、あ、これが、出た。なんだ？やつを祝福するダンスだ。ちょっと、はみ出しすぎでしょ。これ、こっちからこっちは僕の陣地。はい、陣地とか決めてない。でかいな、これ。で、物が多すぎる。これ、何これ、いらない、これ。ちょっと、いらないよ。やめてよ。売れないから、絶対。何これ、でかい。あれが銀河クワトロマーケットです。あれ？お店って。おい、ヒロユキ、あいつからベリアルの気配を感じる。どっち？どんどん下がって、爆裂に。ドン、サイン。あいつか、依頼人を監視している宇宙人っていうのは。あ、いや、彼は。じゃあ今度一緒に DVD 見よう。うん、よし、はっ。逃げられたか。
大丈夫ですか？え？やったからね。よいしょ。はい、どうぞ。ありがとう。しっかり捕まってな。大丈夫か？あっちゃっちゃ、このままじゃオーバーヒートしまう。おばれくん、止めて。止めろっつったって俺の専門外だしさ。あんた、勝手に何やってんだよ。静かに。今はこの子を助けるのが先だ。はあ、少しは話す気になった？邪神魔獣グリムドが復活する。奴が地球に現れたら一家の終わりだ。だからウルトラマンのパワーを秘めたブレスレット、あんたの部下から奪い取って、高値で転売を。で、その金を持って地球からトンズラすんだよ。俺たちの力を転売だと？爆発するかと思った。落ち着くまで冷却機能で熱を抑えることをお勧めするよ。ありがとう。あなたは？俺は大空大地。不正アクセス禁止。約束してくれる？承知のつけ。あ、うん？違うか。はい。ヴィランギルドの宇宙人が集まる場所とかわからないですかね。工藤博之くんが狙われてるって噂を聞いて。博之が？心配しないでください。お二人は僕が守ります。貴様の持つお宝をよこせ。え？僕？お宝？知らなくないじゃねえ。ストライーク！シャー！え？ごめん、依頼人っていうのは嘘なんだ。近づいた方が護衛しやすいだろ。行くぞ！ああ！彼らはウルトラマンだ。ウルトラマン？まさかブル。そうか、この二人が。俺たちも行くぞ。これで終わりだ。おい。風に聞いてくれ。風？結界が。この地球は呪われる。行かなきゃ。え？どこに？俺はウルトラマンだからね。いっ町の人を守らなきゃ。復活する。すぐ逃げるぞ。グリムド様。グリムド様？勝つに時間切れみたいだ。結界が破れる。
はい。君の持っているウルトラマンロストの力を返してくれ。俺のウルトラマンブルの力も。タイガースパークだ、ヒロユキ。はい。よし、これで変身ができる。やってやろうぜ、カズニ。あいつは僕が倒す。グリムド相手に一人じゃ無理だ。僕とタイガなら。ほら、揉めない揉めない。俺たち三人でやろうぜ。俺色に染め上げろ。行くぞ、タイガ。ウルトラマンロストフレイム。ウルトラマンブルアクア。実は俺が倒す。奴の居場所を。しっ、キリサキ、今度は何を企んでる。またヒロユキを傷つけようってんなら許さねえぞ。そんな怖い顔しないでくれよ。今日のターゲットはひろゆきくんじゃない。私の狙いはイサミ、
さん？お父さん？ウルトラマン、タロウ。ハハハハ、待っていたよ我が友よ。父さん、俺怪獣の一部はまだ私の中に眠ってるんだよ。なんだと？引き裂かれた二つは一つになろうとする。だから地球にグリムドは出現した。お前、地球を滅ぼすつもりか？そんなことには興味がない。私が狙うのはウルトラマンタロウ、タイガの父親さ。ん？タイガの父親？やはり黒幕は貴様か。タロウに何をする気だ？特等席で美しい親子愛を見届けようじゃないか。父さん！ダメだ。グリムドは私がこの手で葬り去る。ウルトラダイナマイト！燃えろ燃えろ、派手に燃え尽きろ。やりましたね。俺たちを助けるためにわざわざ光の国から来てくれた。タイガー、タロウ、どういうこと？タイガーのお父さんに何が起こったんだ？グリムドは爆発のエネルギーと融合し、それを逆流させてタロウの体内に入り込んだようだ。タロウを操ってるのはグリムドかよ。闇の世界へようこそ。父さん。私のものになったな、友よ。貴様、ひろゆき。父さん、もうやめてくれ。
開幕したぞ。ひろき、大丈夫か先輩。この人たちは。俺はライドウ光る。こいつはショウ。指定の民ビクトリアンだ。彼らはウルトラマン銀河とウルトラマンビクトリーのようだ。早速だけど俺たちの力返してもらうぜ。はい。俺たちはトリゲーから抜け出したあいつの動きを封じるために結界を張った。その時パワーを使い果たして変身ができなくなっていたんだ。トレギアから。グリムドはトレギアが体内に封じ込めていた。あいつこそがトレギアの強さ、力の源だ。あの怪獣がトレギアの力。太郎は息子を守るために自ら犠牲になったんだろう。結果トレギアの狙い通り二人は戦うことに。どこまでもこじらせた野郎なんだよ。トレギアは俺たちが倒す。親友だった相手とタロウを戦わせたくない。なあタイガー、あれで宇宙警備隊の筆頭教官って言うんだから笑えるだろ。なあ笑えるよな。あのさ、笑えよ。息子を守ろうとして闇に取り込まれちまったんだぞ。伝説だとかなんとか言われてんのにな。笑うしかないだろ。タイガー、きつい時はきついって言えよ。辛い時は辛いって言っていいんだよ。はなんで俺がそんなこと。わかるよ、タイガーのことなら何でも。ごめん、本当言うと全部は分からない。なんだよそれ。でもこれまでどんなに厳しいことがあっても一緒に戦ってきたじゃん。だからせめて僕にだけでも正直に言ってくれよ。俺は大丈夫、きっと大丈夫。僕たちなら君のお父さんを助けられるさ、きっと。ひろゆき、君たちはいい相棒だね。気持ちはわかる。父親と戦うって辛いよ。あなたは？あ、自己紹介がまだだったね。僕は朝倉陸、よろしく。僕の父さんはベリアルなんだ。ウルトラマンベリアルが？想像もできないぐらい派手にやり合ってさ、ベリアルと、いや父さんと殴り合った時の痛みは今でも。ごめん。でも僕が父さんと最後まで戦えたのは大切な仲間がいたから。今の君にも。俺は闇に染まった父さんを救えるんだろうか。助けられるのは息子である君だけだ。わかった。ありがとうございます。とんでもない。あ、リクさんに借りていた力を返さないと。あ、そうだ。今度こそトレギアを止める。あの時俺たちが倒してさえいればこの地球でトレギアが好き勝手するようなことはなかった。それなのに俺は。それは俺も同じだよ。まあ俺たちの地球とは時間の流れが微妙に違うし気がつかなくても仕方ないと思うけどね。タイガーとタロウを傷つけたトレギアは絶対に許さない。あいつは
大切な人を巻き込んで傷つける。今度こそ俺が決着を。俺がじゃなくて俺たちでな。ああマグマからの情報だ。あの怪獣の放つバイブス波を探知すればタイガの父さんの居場所をつかめるらしい。本当ですか太郎。君も私と同じように混沌を知った。だが君の力はこんなものじゃないはずだ。光と闇がせめぎ合うパワーを見せてくれ。場所特定成功。ここにいるはずだよ。おい待ってるからな。ここでお前の帰りを。私も信じて待ってるから。絶対に帰ってくるのよひろゆき。はい行ってきます。行ってこい。いらっしゃい。おどうしたのみんな。ひろゆき実はそのんな実は微弱になっていた私たちのエネルギーは君の体内で休息させてもらったおかげで完全に回復した。え簡単に言うとな、ひろゆき。俺たちはもうお前の体を借りなくても実体化できるようになったってことだ。いつから。少し前からだ。筋肉の調子もすこぶるいい。なんで言ってくれなかったんだよ。ひろゆき、お前が心配なんだよ。僕が出会った頃から無茶なところは変わらないからな。俺たちが宇宙に旅立った後のお前のことが心配で。旅立つ。グリムドは強敵だ。この戦いで君が傷つくのを私たちは見たくない。お前はもう戦わなくていいんだ相棒。あとは俺たち3人で肩をつける。だからここでさよならだひろゆき。ふざけんな。僕だってみんなが傷つくのが見たくない。だから一緒に戦うんじゃないか。3人より4人の方が思いは強くなる。タイガーがくれたアイテムだってみんなの絆を強めてくれるんだろう。だから一緒に戦うんじゃないのか。ひろゆき。お前の覚悟受け取った。お前がトレギア。港克実、港勇、この姿では初めましてだね。うん、なかなかのイケメンだけど俺には負けるね。相変わらず人の心をもてあそんでいるみたいだな。だが人間はそんなに弱くはないぞ。ゲームに勝つのはどっちかな。地球は最高の遊び場だ。最後に負けるのはお前だトレギア。太郎さん。やあひろゆき君待ってたよ。切り裂き。最初は君のことなんて眼中になかった。だが君がタイガたちを助けて私の作戦を全て打ち砕いた。人間なんてゴミ同然の弱い生き物なのに。うかつだったよ。人間は光と闇が入り混じり善であり悪でもある。まったく混沌そのものだ。私が探していたものは君たちの中にこそあったのだ。人は矛盾してるし完璧じゃない。それでも僕たちは希望を光を信じたいんだ。短い間だったが楽しかったよ。じゃあひろゆきくん。Look!
クソン。工藤君、俺の力は役に立ったかい？ありがとう。 X の力を大事に使ってくれて。ガイさんと大地さん。ああ、はい。行こうぜ。うん、はい、はい。じーっとしててもどうにもならねえ。俺色に染め上げろ。行くぞタイガー。帰る。ゴー。オーラシェイッタソシャーシェイだな。パーティーは派手な方がいい。こちらもフルメンバーでお相手を。タイガー。はい。タロウ、おやじさんを任せたぞ。お前らの言う光の絆とやらを見せてもらおうか。一人でできるかな、坊や。俺は一人じゃない。Yeah!
と。見たか、これがトライスクワッドの力だ。私たちが勝て。違う。私たちはルーブに。よし。ハッピー。え？おーい、カツニー、イサニー。あった、お待たせです。アサヒ、重ねますよ、三つの魂。あ、止める。はっ！
子水入らずの邪魔をするなよ。負けるか。僕たちの炎を燃やすぞ。星は違っていても共に進む場所は一つ。永遠の絆と共に我ら4人トライスクワッド。タイガ、お前は仲間を、真の絆を見つけることができたのか。何、そんなバカな。よくやった父さん。いつだってそうだ、タロー。お前は私には眩しすぎる存在だったよ。お前らの言う光とは一体何だ。光を知るためには闇を知らねばならなかった。光と闇を超越するために。トレギア、さあ来い、グリムド。引き裂かれた二つが一つになる時だ。やめろ、トレギア。今のお前の体では逆にグリムドに取り込まれてしまうぞ。私は、私自身を解放する。トレギア、父さん。
戦士たちを、みんなのエネルギーをタイガのウルトラホーンに集めるんだ。よし、行くぜみんな。タイガ、お前に全てを託すぞ。はい。息子たちの邪魔はさせん。ものすごいパワーだ。よし、行くぞ。とウルトラマンの光で邪悪な闇を打ち砕く。ニュージェネレーションネットコネクトオン。はあ、レイガアルティメットブラスター疲れさ。よくやったな。やるじゃん。ナイスファイト。ひろゆき、いつまでもその優しさ忘れんじゃねえぞ。大切な人を守りたいという思いが力になることを決して忘れるな。みんなと手と手をつないで進んでいけば、きっと輝く未来にたどり着ける。そうだ、変わらないお前の意志が明日への絆になる。支え合う仲間たちの笑顔が力になる。仲間たちのことを大切にね。今まで起きた奇跡は君だから起こしたんだ。
だからこの先どんな困難が起きても君ならきっと乗り越えられるはずさ。はい、ありがとうございます。さあ帰るぞ。はい、オッケー。うわっ、はっ、また会おうぜ。うん、じゃあ、あばよ、バイバイ。ほら早く帰ったらすき焼きだぞ。じゃまたね。ハッピー。ひろゆき、本当にいいのか？安心しろ相棒。僕たちの思いはアイテムがなくても繋がってる。どんなに遠く離れてもだ。君と過ごした日々は人生最良の時となるだろう。僕もだよタイタス。いろいろ勉強になった。別に見送りなんていらねえんだぜ。別によ。さよならなのに素直じゃないな。ま、風魔らしいけどさ。ルーマ、ちゃんと挨拶しろよ。なんだよ、うるせえな。デレデレじゃねえよ。ほら、風魔、ドゥルってねえし。ちゃんとひろゆきを見なさい。デレてるだろ。バイバイ。ほら、これ見て。ん？お？みんなはずっとイージスのイメージキャラクターだからね。俺たちじゃねえか。カナさん、心遣い感謝する。サンキューな。俺たちに会いたくなったらいつでも。お、え、どうしたどうした。おいおい、アンちゃん、ほまれ。ひろゆきのことを頼んだぞ。うん、あちゃタイガ、大地さんに会ったらよろしく伝えて。あ、ん、え、おお、なるほど。なんだ。わかった、必ず伝えるよ。マジか。タイガー、今まで本当にありがとう。お父さんとも仲良くね。はあ、だけどひろゆき、礼を言うのは俺の方なんだぞ。私からも礼を言わせてもらおう。君のおかげでタイガは大きく成長できた。太郎さん、俺たちがいなくなってもお前は一人じゃない。君の周りにはたくさんの素晴らしい仲間がいる。これからも仲間は増えていく。大切にするんだぜ。ああ、分かってる。そろそろだ。はい。じゃあな、ひろゆき。じゃあな、タイガ。シュワー！セイツ！シュワー！ありがとう、みんな。じゃあな、相棒。またね。元気でな。夜明けの星空を見上げた。君のいる場所へ思いを届ける。
ため